まってるみたいだな。みんなこっちだよ。栄誉騎士のお姉ちゃんにパイモンちゃん。いや、話すと長くなるんだが、バーバラとリサの話を聞いて分かったんだ。私の意思とは関係なしにクレイは必ずそこに行くだろうと。クレイの性格なら私たちもよく知ってるからね。この子を引き止めていつの間にかいなくなってるより許可してあげた方がいいと思ったの。セピロス騎士クレイ、外出を許可する。わー、やったー。でも条件があるの。その代わり私も君たちの旅に同行する。騎士団の執務はガイアに一任してきた。最近はいろいろと忙しく席を離れている場合ではないが、クレイがどうも心配でな。だから私の同行を許可してほしい。もちろん、ジン団長が一緒なら心強いしな。おねえ、ジン団長に私も一緒の方がいいって言われたの。不吉なことは言いたくないけど、もし怪我人が出たら私の助けが必要になるでしょ。今回はバーバラの世話になりっぱなしだな。バーバラお姉ちゃんとジン団長、ありがとう。クレイ、ちゃんと言うこと聞くね。クレイ、いつもそう言うが今回は特に気をつけるんだぞ。そうだ、君たちと一緒に旅をすると聞いてリサがこの袋をくれた。開けると新たな道を見つけられると言っていたが。新たな道？クレイを面倒ごとから遠ざける方法とかか？リサは島に着くまで袋を開けてはならないと言っていた。何かしらの危機を脱するための道具なのだろう。さすがリサさん、いろいろと考えてくれてるんだね。それじゃあ次は詩人さんを探せばいいのかな。さっき周りの人に聞いたんだけど、詩人さん今日は広場にいないみたい。風立ちの地に行ったみたいだよ。よし、早速風立ちの地で吟遊野郎を探そうぜ。そんな大勢で押し寄せてどうしたんだい？これが群島の地図だ。なるほどね。よかったね。もちろん僕なら知ってるよ。よかった、知ってるんだ。今は金リンゴ群島って名前なのか。昔は向かい群島だったのに、そこは普通の人間じゃたどり着けない特別な海域にあるんだ。一年を通してずっと嵐と霧に包まれていて、島に上陸するどころか近づくことすら難しい。というか、そもそもなぜそこへ行こうとするんだい？大魔王に会いに行くんだよ。大魔王がクレイをトドコの家族だって認めてくれないから、その試練を受けに行くの。君は大魔王が怖くないのかい？ちょっとだけ。でもクレイ負けないよ。吟遊野郎のお兄ちゃん、クレイを助けて。吟遊野郎のお兄ちゃんか、いいね、その名前気に入ったよ。おいらのせいか。大丈夫、君がそう願うのならば吟遊野郎のお兄ちゃんがその願いに応えよう。本当にいいのか？もちろんだよ。だって子供の願いはこの世界で一番純粋で自由なものだろ。綺麗なライアーの音色。風がざわめき出した。ち
っと待っててね。すぐに来るから。これは、これは僕たちだけの秘密、誰にも教えちゃダメだよ。私風死亡、親愛なる詩人、君の協力に感謝する。なーに、お気になさらずに。みんな驚いたみたいだね。面白い顔をしてるよ。では道中の無事を祈るよ。ここまでだ。この先は我も同行が難しい。くれぐれも気を抜くな。持った伝説の詩人だ。ライアーであらゆる生物を召喚できる。神団長も適当なこと言うんだな。すごい人なんだね。帰ったらちゃんとお礼を言わなくちゃ。しかしこの群島、霧が濃いせいで視界が悪いな。リサの言っていた通りだ。気をつけた方がいいな。旅人パイモン、手紙には何て書いてあったんだ？オイラ覚えてるぞ。悪しき炎の娘、ドド一族の統治者、ドド大魔王の名のもとに、お主をドド子の家族だとは認めない。ドド子と共に金リンゴ群島へと訪れ、四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし、あと審判を受けよ。四つの明かりを灯しってことは、光るものを四つ探せばいいのかな。そういえばオイラたちがいるところ、なんだか周りより霧が薄くないか。確かによく見るとそうだな。まさかそこにある装置と何か関係が。この装置、なんか見覚えがないか。あ、そうだ、オイラたちが使ってるポケットワープポイントにそっくりだ。ポケットワープポイントを作るには発光髄が必要だったな。そしてこの発光髄には暗闇を払う作用があるらしいんだ。この装置も霧を払ってるから似たようなもんなんじゃないか。四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし、あと、つまり四つの装置を灯すと何かが起きるってこと？すでに一つ光っている。どうやら残り三つの装置を探せばいいようだ。ん？あれなんだろう。おい、勝手に走っちゃう。早く追いかけよう。この下に何か穴みたい。もっと近くで確かめよう。Thank you.
私たちのために用意されたように見えるな。こんな天気が悪い中、船に乗るのか？どうやらそうするしかないみたいだ。みんな、この先何があるかわからない。どんな試練が待つにせよ、気を抜かず慎重に行こう。運命のささやきが聞こえる。私の名を呼んでいるわ。